前回の30人組手でちょっとあんまり何にもできないまま負けちゃって、ちょっと悔しすぎて、あれ以来丸2年ちょっとペットもと口聞けてないんで。そうだったっけ。そうだったっけ。今日勝って悔しさ払拭してまた仲良く遊べたらなと思いました。いやいや、パックも組んだしそんなわけないんですけど。そっか、そんな傷を負ってたと。いやでも頑張ります、勝ちます。はい、はい、よろしくお願いします。強くない。いや右で。右。はい。スケベすぎて男子として扱われてる。はい。なるほどね。はい。本当男子として扱われてるから、あいつのさ、別の男子のあいつのズボン脱がしてやろうぜっていうノリに一緒に参加して、ズボンバーって脱がして、おいやめろよって言った時私にもチンコついてたらなーが口癖すぎて、私にもチンコついてたらこのカツ丼一気に食べれちゃうのにな、もうそれチンコ関係ないじゃんって言った。確かにやっぱ女子にチンコって言っちゃったちょっと私でも関係今日はお前でオナニーしよっかなー。お前だ、こいつだったのか。あったな、そんなの。はっきり思い出せないけど、あったってことは知っています。残り1分。他の女子に対して、ちょっとお前もちょっと行かしてやろうか。そういう外で見てた男子が、自分でしてる時の指の動きなのかな。お互いに削り合いながら戦っていると。
ほら、行け行けって言われて、行くってふざけて言って、ほら、本当の、本当に行くときのやつやるよ。あ、本当のやめないって小川くんさん、ちょっといろいろあってこの女の子とエッチすることになったんですけど、女の子の方がもうちょっと恥ずかしがっちゃって、もうこれじゃあもう男と男同士でホモセックスじゃねえかよみたいな茶化し方したけど、うん、男の方がちょっともう本気で好きすぎて、ホモセックスなわけねえだろうがって言って、ルフィとウソップの対マンみたいな小川くん Z さんの方は拍手、テレコのさんの方は拍手、緊張しますよ。リンリのケースと2分間、同時に2人一緒にセットできちゃったと回避できるみたいな幻想の内容ひどひどいな、ひどいっすね。時間をすると性欲処理と退勤が同時にできる。あんまうかついコメントしないで。すごいですね。霊が強いですね。はい、テルモさん。外でやると金が増える。ひどいですね、この時間は。おやくさん、おばあちゃんが死んでくれたら家もお金ももらえるんですよ。本人じゃない。グリーン車でうんこすると快適な一人旅になる。グリーン車乗ってないの。別のさ、授業参観中に学校爆破すると親も悲しまなくて。じゃあどっちかにどっちかを書かせてもらいましょう。小川くん Z さんの方がよかったら握手お願いします。ちょっと分かんない方でよろしくお願いします。もう一回聞かせてください。
ワンブーさんが良かったという方、ケイトモさんが良かったという方、わかんないな。挙手、挙手にしますか。はい、じゃあ和久さんの方、挙手お願いします。ペトさんの方、挙手お願いします。はい、16対9で勝者、小川くずぜ。はい、では、何か一言いただければ。これからいっぱい遊ぼうね。